まん丸の満月のもと、白い花をほころばせた梅の木を描く江戸時代の絵画作品。1755年に伊藤若冲が描いた月下白梅図。動植物の描写を得意とした若冲が描いた樹木は、太い枝や細い枝をあらゆる方向に伸ばして月の上に重ね、画面を覆い尽くす勢いを示しています。木には茶色の曲線的な形のキノコや青や緑の苔をたくさん付着させて、変化に富んだ表面を描写しています。枝には多くの花々や萼の部分が赤いつぼみがついていますが、黄色い花粉がついた雄しべは一本ずつ描かれ、花は緑も交えて細かく表されています。このように本作は全体に近寄って観察したくなるような描写密度の高い細部表現を示す点が特徴となっています。